はい、レオンチャンネルです。ガンバレジェンズ1周年で診断が始まったシンクロマイス第1弾を6000円分いつも通りやってきましたので、排出結果確認いきましょう。で、この開封済みのカードは何かっていうと、実はもうプレイしてきて、ライダーライセンスと一緒に無料でもらえるやつで、5週連続でゲームセンターでの配布イベントがあるんだけど、シンクロマイス関連で。で、その第1弾が仮面ライダーガッチャとスチームホッパーで、最終ライダー4人とサポートカードが手に入るっぽい。なので、早速これを使ってプレイ ししてみまたたけど特特に特別演出のキックとかかかはなかったかなっこれ、公式のトップページも変わって、これ完全診断なんですねで。なんでこのタイミングかっていうと、ガンバレジェンズが1周年らしいですね。なので、いつも通り6000円分やってきたわけだけど、3月21日から新書を開幕で、アビリティなんかも変わったりとか、アマゾンズが新規参戦、うん、レジェンズだとまだいなかったっけアマゾンオメガ、アマゾンアルファで、新レアリティ、何 リミテッドレジェンドレアカード。コマンドラッシュキャンペーン。キャンペーンカードか。チーム全員の必殺技で大ダメージを与えよう。新アビリティ、コマンドラッシュ。へー。で、プレイヤーの上限解放とかもあるようです。とりあえず、高レア系は、プラチナガッチャードの LR とか欲しいっすね。クーガーのタイタンとか、ディケイドのこの新しいレジェンド枠か。ダブルが、 パラレルがあったりとか、アマゾンアルファのパラレルが仮開始のやつなんだ。で、1号とか、新レアカードがあったり、あとは V3 ブラックもいます。じゃあいつも通り排出順になってますので見ていきましょう。これがもらったやつで、セイバー、ブレイブドラゴン、おおあー普通にあれか、テレアか。プラチナガッチャーと、ストロンガー,あー ガッチャード、アントレスラー、あ、今回はシンクロマイス SCE01 っていう表記だな。はい、スカイライダー、あー、ファイズ、お、いいじゃん、ニードルホーク、ああえ待って、早くない早くない待って、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 早く、パ、パラレルー 待ってえ、パラレルだよねうわ、パラレルじゃんやばやばいやばいやばい。ちょいちょいちょいまだ1000円ぐらいしか使ってないよ。えええ ?1、2、3、4、5、6、7、8、900円です !900 円でパラレル出ましたこういうこともないとね、いや、最近さ、ガンバレジェンズ、ちょ、絞りすぎじゃないみたいな、8000円ぐらい使って、レジェンドレア0みたいなこともあったから、え、レジェンドレアパラレルだあ、マジだ、パラレルって書いてある。いきなりもうこれで、 あと取れた感じですね。え、じゃ、これちょっと早速使いたいんだが、さすがにパラレルは素手であんまり触りたくない。はい。スリーブ入れました。これはさ、まだ、あと50枚ぐらいあるから、いけるぞ。もう1枚ぐらい、ワンチャンパラレル。同じ筐体で、いつも通り、排出、連続排出知ってますね。もう、春休みだからさ、ちびっこが多い中、 連呼しまくってきました。あ、そっか、もう全ライダーがマジでこのライダーキックマークついてんだ。豪華な必殺演出が大画面に出るんだけど、これがね、一部のライダーにしか前までついてなかったんですが、そんなことはなくなったわけね。普通に、誰でも、おブラーボー SR。誰でも、つくようになったんだ。はい、竜、キー。いいね。あ、バルバラド。スガオ スパナあってもいいんだよ。ガイムオレンジアームズ、スーパーワン、うん、ZO、おおー !X さん !X さんのキャンペーンだ。キャンペーンラッシュじゃないキャンペーンもあるわけね。はい、X ライダーの高レア系も来ました。さらに、プラチナガッ ガチャード、シンさん、うん。ブラック、お、かっこよ。でも、あー、レアか。ギーツ、ガチャード。あはははいいカードこんなイベントカード今回あるんだね。これ、真骨頂、でもマジさ、出てほしいっすよね、この状態。空からオレンジ、イベントカード。で、ストロンガー。あー、 逆にさ、待って、全然、あんまり、これアけ出てなくないちょっと偏りすぎじゃない大切断ー,ーああーやばい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 今 SR かと思ったち違これレジェンドレアじゃんやばい待って、さっきのパ、これ排出順だから、パラレルが出てから、まだ、半分2000円ぐらいしか回してない気がする。ええーで、そのぐらいだよね。パラレル出てから20回目ぐらいで、 うわ、レジェンドレア出ましたえ、これでもパラレルの狩り開始も欲しかったな。うわ、すげえ。え、レジェンドレアだよね。あ、レジェンドレアだ。え、これアマゾンオメガ、いるよね。こうなったら。え、アマゾンオメガも LR だっけえ、なんか、シンクロマイスあれか優しいのか、排出が。だとしたら、もう一回リベンジっていうか、もう一回回していきたいな。ガッチャドアントレスラー。ああ。 セイバーブレイブドラゴン、うん。カブトライダーフォーム、ゴーストライカー、リーバーイ、e、アギーと、奪われたベルト、パパですね。ゴーとオルフェノクか。で、クーが、マイティフォーム、ジェイ。あれ、ブラーボー2枚目だ。オーズタトバ、 ゴーストライカー。もう一枚ぐらい。6000円で、今レジェンドレアが2枚出てる時点で異常なんだけど、もう一枚ぐらいはワンチャン何かあるか。ウィザードフレームスタイル。響きさん。ファイズ。エグゼイド。アパレスケボー。あ。はい。おー何これ ああ、なんか、事前告知で、こんなイラストあった気がする。チラッと見た気がする。そう、なんかさ、FGO の連想みたいなやつがやっぱ今後増えていくんだよね。シンクロマイルスの直前に、大当たりキャンペーンでこういうのがもらえましたけど、カウントダウンゼロ。え、すげえ。めっちゃいいじゃん。岩わはい、ウォーズです。これどういうカードなんだろう。普通にサポートカードだよね。 チームにアタカ、ディフェンダーが両方いる場合、チーム全体攻撃アップ。特にジオーってわけじゃないんだ。はい、スカイライダー。さっきのキャンペーンっすね。ダブル。ええー、あ、あ、びっくりした。これもなんかレジェンドレアかと思った。キャンペーンの V3E。やっぱラッシュ以外もキャンペーン。あれ、昭和系が充実してんのか。はい、キバー。もう終わりそう。J。 フィニッシャー、ゴースト。なんか光ってるビルド、アントレスラー。あ、なんか光ってるぞ。次、次々。せーの。レジェンドレア来い。せーの。ドンあー違う。え、これは ?SR だ。はい、ポッピーですね。ときめきクライシスゲーマー。で、ゴーストで終わりだ。おーえ、でもやばくないだいぶいいよね。 6000円やって、高レア系の排出が、レジェンドレア2枚、うち1つパラレル、キャンペーンが、普通のライダーキャンペーンが2枚、イベントキャンペーンが3枚、SR が3枚だから、あ、排出いつも通りだ。高レア系出てますね。むしろ6000円やって、レジェンドレア2枚だから、これ、ガンバレジェンズになって絞りすぎてる感があったから、ちょっと、見直されてる アマゾンオメガの方は SR みたいで、だけどね、今回出なかったんですよ。ちょっとなんかシンクロマイス一段調子良さそうだから、この後もう一回6000円やってくるわ。てかパラレルほら、仮面ライダーダブル見よう。やばいね。すっげえ質感もいい。で、ここにサイクロンジョーカーのメモリのクレストもあって、お前の罪を数えろと。仮面ライダーダブルサイクロンジョーカー。 パラレル、ディフェンダー、レジェンドアビリティ、フォームチェンジもスキルで付いてるって、うわあこれがもう触ると全然違う。これがガンバレジェンズのパラレルってことっすね。ガンバレジェンズのパラレルは初めて触った気がする。そして普通のレジェンドレア。やばいね。この間レジェンドレアが全く出なかったのが嘘みたい。はい。アマゾンアルファ。これはオメガと 並べてねってことですよね。仮面ライダーアマゾンで金の白押しがあって、クレストもあって、後ろ姿と、バイオレントスラッシュ。はい、そしてキャンペーンの仮面ライダー X。キャンペーンは昭和系が充実してるのかなあのラッシュ以外も。ラッシュ出なかったね。X と V3 が出て、カウントダウンにカウントダウン後 あ、これなんだろう。それに合わせて専用イラストになってますね。奪われたベルト。あの赤化っぽいファイズドライバーもいつか欲しいな。で、イベント、空からオレンジ、イベント、祝いで。あ、かこれ、あ、そっか、さっきのキャンペーンからこれカウントダウンが続いてるのか。まあ、どう見ても FGO の概念冷蔵的な。こういうの増えていくと個人的には結構嬉しいかな。 で、SR が実質2種類で1枚ダブったので、ブラーボのドリアン・アームズとポッピーのトキメキクライシスゲーマーレベル X。てことで他のカードをレアとノーマル見ていきましょう。はい、ィバー、アギと、あでもよく考えたらプラチナガッチャードの高レア系が出なかったから、え、プラチナガッチャードの高レアで、 遊びたいな。やっぱ見栄えいいからさ、ガンバレジェンズゲーム筐体の。ほんとさ、ガンバレジェンズになってガンバライジングの方が良かったっていう話をあんまり聞かないので、まあ、僕もガンバレジェンズの方が好きだし。ガンバレジェンズはね、フルモデルチェンジ大正解だったんでしょうね。みんなが求めてたあの見栄えのいい大画面アクションね。 スワイプとかね、あの辺のアクションも意外とめんどくさくないしね、ちゃんとゲームしてる感も出るので、今回もいろんなカードがラインナップされております。でもイラストはあれだっけちょいちょい流用もあるけど、しっかり新規イラストも混ざってるってことですよね。プラチナガッチャードのレア、低レアしか出なかったでもこれでもうライダーキック、あ、でも待って、ライダーキックないじゃん。 普通ライダー結構あるはずなんだけど、プラチナカッチャードは、あ、でも全部じゃないのか、テイレアでもあるのとないのとが混ざってる感じになってますね。セイバーのノーマルカード、かっこよすぎだろう。 とりあえずまさかのいつも通りの6000円排出結果がレジェンドレアパラレルとレジェンドレアっていうとんでもない紙排出をしてしまいましたのであと取れまくりでしょうとりあえずなんかシンクロマイス第一章だいぶ調子良さそうなので速攻リベンジ行ってきたいと思います以上ガンバレジェンズ新章のシンクロマイス第一弾の紹介でした